エンナの台湾に来たら注意すべき5つを紹介します。例えばですね、台湾でもぼたくりとか詐欺のことがありますよ。台湾人が何優しいの。そうですけど、そうですけど、でもどこの国でもあるんですよね。そうやな。特に外国人に、まあ、あまり言語わかんないから流しやすいじゃん。あとは特に日本の皆さんは優しいから断りづらいでしょ。そうやな。だからその台湾のその詐欺グループでさ、特に日本人とかそういう心が弱い人が好きですよ。だから今日は日本の皆さんに台湾のぼたくりと詐欺手口を紹介します。よし。はい、というか今日の企画は台湾によくあるぼたくり詐欺手口を公開します。ちなみに、ズズは経験ありますか？本当にお金出したことあります？うわぁ、出したことないですね。私、心が強いから何を聞いても、おぉ、そうなんだ、そうなんだ、はーい、そういう感じです。すごい強い。じゃあ、5つを紹介しますね。はい。1つ目、すごい有名です。はい。化粧品の詐欺。それはね、めっちゃうざい。観光地が一番多いです。もう、もう。例えば、淡水。もあるんですよ。うん。綺麗な女の子がそこに立ってて、例えばリンリンみたいな女の子が通ったら、ああこれ使用してくださいとか、無料だから無料だから使用して、そうそうそう。あ、これなんか見たことあるんですけど。これこれ使用してください、無料ですよ。でも、もしだね、通ったらね。あ、でもでもね、もっと無料のものがあるので、ちょっと試してみますか。あ、いいよ。あ、じゃあちょっとお店がここにありますので、ちょっと一緒に行きましょうか。あ、ちょっと結構時間ないですか？あ、いや、10分くらいです。でも10分も。そうそうそう、最近の君の肌はあまり良くないから。あ、そうなの？そうですね。だからちょっと一緒に、ちょっと、一瞬だけだからさ。じゃ一瞬だけでいいね。そう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 、まあ、一緒に行ってみよう。これ基本1時間以上。そう3時間以上もある。ねえ、しかもね、その店に行ったらね、結構プレッシャーがあるんですよ。そうやね。いろんな店がある。化粧品の詐欺ですね、よくあるのは、もう店に行ったら、その商売の人ね、これ使ってみますか？あ、じゃあ使ってみようかな。そう、でもこれは新しい商品ですよ。あら。完全に開けてない商品ですよ。うん、で、その場で開けたら、もう買わなきゃいけないですよ。そういうこともあるの？その時は、商売の人は直接リンリンに渡して、うん、あー、じゃあ自分で開けてみてくださいとか。それは怖い。怖い。マジで怖い。だから商売の人が開けるじゃなくて、うん、リンリンが開けたからさ、だからリンリンがその後は買わなきゃいけないですよ。でもその時は、開けても大丈夫よ。あ、ちょっと言ってもね。なんか、どん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 、いろんな商品が持ってきて、うん、だから、もう、本当に離れたい時はもう買わなきゃいけないですよ。だいたいその先の金額ですね、は1万から10万までもあるんですよ。うん、しかも本当にそのワトソンとかもそういうそのドラゴスターマンでもよくあるもんね。そう、さらにデパートもあるよ。なんかこの間さ、これ一つずつ。そう、これはね、どこであったの？アニメのイベント。そうやね、そんなイベントでもあるんですよ。そう、はい、一番口みたいな感じ。一番口でーすって聞いたらさ、お金に興奮しちゃうから。でもやりたいもんね。一番口で、やったらでさ、あー、これもらった。最初はこれ渡してなかったでしょ。そう、最初は。じゃあ商品は、お店にあるので一緒に行ってみようとか、そういう感じです。よかったら座ってください。ちょっと皆さん話しましょうとか、3分だけで大丈夫ですよとか、そういう感じ。うん、結局どうやって逃げたの？そう。あ、ごめんなさい。ちょっと時間が、本当に時間がないんですけど、ちょっと悪いんですけど、ちょっとだけ日本人フリーしたね。うん、ちょっと日本語をずっと喋ってたから。わかんないです。わかんない。何言ってんの？まあよくね、私の日本人の友達もこういうことあった時の一番の対策方法はね、とりあえず、ティンブドンです。ティンブドンです。ティンブドンで言ったら、日本人だからわかりませんって、たくさん言ったら、多分向こうも諦めますね。そう。じゃあ、二つ目。タクシーが詐欺します。そうです。あるよね。たまにはさ、特に観光地行ったらさ、たまには交通とか現地のことわからない時はタクシーさんによく聞くんですけどもさ、うん、でもたまには、
そのタクシーに聞いたらさ、あ、どこどこ行くんですけどもって言ったら、向こうは、あ、じゃあなんぼです、なんぼですって、え、いくらですよ、だから、その乗ってよ、乗ってよ、だから言うなんか、うんうん、でもそれは実は、その日本人って聞いたらさ、値段ちょっとだけ値上げするときもあるよな。あるある。しかもたまに、個人タクシーですね。うんうん。そう、たまになんか、あの、どこに行きたいんですけど、あー、行ける行けるって、うん、全然あの値段、教えない。教えない。まあこれは、あくまでその、個人タクシーの方が多いかもしれないけど、そう。そういったなんかそういう、ちょっとブランド、ブランドがでかいタクシー。例えば、台湾大社隊とか、あー、五五六八八とか。うん、とかめっちゃでかい会社だったら、そういう中華はあまりないんですけれども。会社があるタクシーは大体大丈夫ですけど、でもそういう個人タクシーの方が危ないっていうか、うん、なんか、ボタクリの件の方が多いですね。ずつあったことあります？ある。あ、例えば？本当に観光地にいたらさ、駅の前に全部個人タクシーだから、うん、その値段しかないです。なるほどね。そう。ウーバー呼んでも大丈夫ですけど、でも結構急いでたからさ、うんうん、乗るしかないです。こう本当に超近い距離で、250元だったんですよ。普段だから大体130元ぐらいですよ。超近い。結構台湾人にも騙されることが多いです、うんうん。そうやな。その時メーカー使ってるタクシーは全然なかったからさ、それで乗るしかないですよ。じゃあその時は本当にやむを得ないよね。そう。え、じゃあそれは、その対策方法あります？時間が余裕なら、おう、よ、ばばとか、そう。あー、その現地でまだ呼ぶって感じ。そうそうそう、そのアプリを使うとか、うん、あと、ウーバーを使うとか、そういう感じ。メーター使わないタクシーはほとんど違法ですよ。使わないタクシーが多いから、うん、捕まえるの、本当に難しい ね。そうやな、だから本当に皆さん気をつけるしかないもんね。そう、日本人の皆さんね。ちゃんとメーターを確認してから飲みますね。そう。三つ目、美人マッサージは先手口の一つ。特にリンセンベルの方に、うんうん、いろんなあの美人マッサージがあるんですよ。例えば、見て、この Google マップにある台北娯楽。哇哦！正面按摩舒压，写真は、あの環境の写真しかないですよね。これは普通のマッサージじゃないです。何の店？これは中国で言うと剥皮店。剥皮の意味は皮を剥がす。男性のお金をどん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 剥がすという意味です。わあ、怖い。でも実際はどういうサービスですか？実際は本当に、あの、お店の感じは本当に普通のマッサージ屋さんだけど、うんうん、でもね、その、師匠は全部超セクシーな。あ、ボンキュボン。美人さんですよ。うんうん、で、マッサージは、の値段も普通の値段ですけど、うんうん、でも、その、マッサージすると、綺麗な方はなんか、え、じゃあもっといいサービスがあるんですよ。あの、裏メニューがあるんですよ。一番有名な裏メニューは、泡泡浴。日本語はソープランド。あら、その、まあ、言っても大丈夫かな。まあ、台湾人でも、この泡泡浴来たらさ、あ、その泡泡浴か。と思っちゃうね。あれですね。そうですね。うんうん、その方向性、いっちゃうね。そうやな。実際は、その泡泡浴は、ただ、お風呂に入って、女性は外に待ってる。それでお金取るってこと？そう、その値段はだいたい5000元、6000元ぐらいです。ハロー？ハロー。せめて何とかしてくれよとか。そうだよね。そう、結局何もなかったです。え？お風呂に入るだけ。ちょっと残念だけど。そう。しかも自分で。それはちょっとダメやで。そう。あ、でも私たちは大丈夫。女性禁止だから。あー。そう。もっと怪しいか。もっと怪しいです。男性しか入れないマッサージ屋さんです。皆さん、行ったことありますか？行ったことありますが、ぜひ教えてください。マーケティングについて。ちょっと書かないわね、普通に。そう。じゃあ、大事な方、気をつけてくださいね。そうですね。次は、4つ目。応援団の詐欺。え？多分昔の動画でもちょっと話したことあるんですけど、特に観光地ですね、そういう、私まだ学生ですけど、応援してくださいって自分の商品を売ることあるじゃないですか。あ、そうそうそう。そう。でも台湾で最近すごい面白いのはね、応援団っていうグループがあって、最初はね、
一言お会いしてください。あ、頑張ってください。ありがとうございます。本当に私も頑張ってるから応援してください。あ、はい、応援します。そう、実は私まだ学生なんで、いろいろブンブンやってきて、最初は応援してもらって、で、自分のちょっと背景を紹介して、また、実は最近これをデザインしたんですけども、これは本当に本当に応援してほしいんですけど、応援してください。向こうの心をちょっと柔らかくして、また自分の商品を売り出すっていう。学生のキャラだったな。ちょっと、はぁ、この人はかわいそう。きっと学費を稼げてるから。そうやな。それを、なんかちょっと頑張ってほしいなっていう気持ちの人が思ったら、それはもう狙われましたね。でもその商品が大体デザインしたものだよって言ってもさ、実は、それはもう、買ったものも、あ、そうそうそう、とかも多くて、小さい財布なんか多分ご中元ぐらいのやつ、うん、で多分500円で売ってる。あ、そうそうそう、1000元でも、うん、そうやな。西門町一番多いじゃん。めちゃめちゃ台北だったね。そう、西門町めっちゃ多い、うん、あとは多分狙う人は多分大体学生さんじゃない。そうやな、学生から学生のお金を騙すっていうのが、うんうん、大きいお金だな。学生さんはまだあんまり知らないからさ、うん、分かんないからさ、うん、騙しやすいじゃん。そう、そういう人の登場心を利用してるっていうところが。そう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 、ダメや。ダメですよ。しかも特にそのグループがすごいうるさい。しつこい。めっちゃしつこい。ちょっと手伝ってくれませんか、とか。あ、でも、でも、ついって言ってるし。そうそうそう。本当に、本当に、本当に足りないかな、とか、そういう感じ。私も頑張ってるから、応援してください。そうそう。うん、もし本当に一周回ったら、うん、ずっと、だから最初から最後までずっとノノノノって言ったらすぐ諦める。だからそういうこういう恋人があったら直接ノーとか直接行くのがベストなのかな。皆様もっと心を強くなってください。じゃあ最後の5つ目、台湾のサウナは実は風俗で、はぁ、サウナで、そうサウナでめちゃ好きやけど、どんな感じですか。台湾のサウナは本当に普通のサウナあんまりないですね。そうなの？よく看板あるでしょ、サウナ。それは、普通のサウナじゃなくて、うん、男性しか入れないサウナもあるんですよ。ああ、そうなんや。そう。18歳以上と男性しか入れないです。うんうん、で、毎回は、そこまで高くないです。うん、サウナだけ、うん、本当のサウナだけ、うん、600件。で、12時間使える。うん、サウナの後ですね、休憩室。はいはい、休憩してる時で、ね、うん、でその時はその綺麗な方がここそこに行って、ちょっとマッサージしたいですかとか、ああ聞かれるんですよ。しかもサウナが上がった状態は一番リラックスじゃない、ね、だからその後もちょっとマッサージしたいじゃん。ねえねえ、そうで普通のマッサージと思ったらちょっとエロいマッサージですよ。あら、じゃあ実はもしかして知らない状況で入ったらおすすめされるかもしれないね。そうですね、普通のマッサージと思ったらまさかそのエロいマッサージです。え、台湾でもこういうとこあるんだと知らなかったわ。え、知らないの？台湾のサウナ実はちょっと闇の部分、まあ、そこまで闇は止まらなかったわ。私たちは行けないですけど、もし行ったことある方その感想を教えてください。実際の様子はどういう感じですか、ぜひ教えてください。もしかしたら私たちが見てたそういう様子じゃなくて、私あくまでニュースで見たからさ、うん、そうやな、もしかしたら情報は間違えるかもしれない、ね、そうやな。そう、でも対策もあります。サウナ行かない。あー、なるほど。特になんか本当にでかい看板あるよ、サウナ書いてる、うん、しかも後ろはサウナ書いてる。あー、日本語も書いてるよ。そう、特にそういう場所は行かない方がいい。私たちの普通のサウナはよくその温泉ホテルとかさ、うん、あとスパとかにあ る,、うん、あるんですよ。そうやな、そう、うんうん、だから皆さんも気をつけてください。そうそうそう、ただのサウナじゃないかもしれない。そうです。はい、終わりました。今日はたくさん勉強になりました。こちらは台湾の5つのホタクリと詐欺手口の紹介です。台湾も実はこういうとこあるんですけども、でもまあこういうことですよ、どこにもあるかもしれないもんね。そうですね、だから台湾に来たら遊びに来たらね、うん、こういうところも気をつけた方がいいですよね。そうやな、そう、もしぼたくりされたらもう嫌な気分になるよね、うん、悪い思い出を残しちゃうね、うん、そうやな。そしたらもう台湾にもう二度と
したくないでしょ。それはちょっと残念ですね。そう、そういう順番になってほしくないから、皆さんも気をつけてね。日本はどういうブタクリの先手口がありますか。私あんまり知らないからさ。そうやな、100匹しか知らないです。それ以外あるかな、わかんないですね。じゃあ皆さんぜひ日本によくあるおたくりのことをぜひ教えてくださいね、うん、はい、じゃあ今日の動画はおしまい。まあ次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならチャンネルしてグッドボタン押してください。それから私たちのツイッターもよろしくお願いします。リンクにあります。それじゃあバイバーイ。